長子帝赤カラス11年は、三世紀の甲州九馬軍の反乱指導者。長王名の名や、バー蝶としても知られている。身長9尺で3尺ものチブザを持ち、それが鎧に収まらなかったために肩へ回していたという。長子帝に関する最古の資料は、大越式前書である。九馬軍の女長王名なる者、衆を集めて、軍権を攻略す。 種これを平らぐという記述があり、公衆期に、オーナーは、父長三尺、背後にセブ常に、金の靴を履いていた。結婚をせず、小男と貫通をし、数十の側近が自立していた。常に、象の頭に乗り、敵と戦を飼うとある。また、その本拠は、旧真山と書かれ、党を結んで軍権を、氷略すとあるように、 最初期の長子定は各地を荒らし回った山賊の虚卒の類として記録されていた。長王名の存在は中国の司書には記載がないと言われ、長王名の真偽は不明である。しかし、ベトナム民族のナショナリズムが高まるにつれて、中国の支配に抵抗した民族の英雄として祭り上げられていった。赤カラス11年23歳の時に、 兄の長国達クらと共に、クレに対して反乱を起こし、霊界バー王と呼ばれて恐れられた。はじめは連戦連勝で急進のクレ軍を蹴散らしたが、甲州市の陸種が軍を率いてくると、半年にわたる激戦となり、長子兄弟の反乱を平定した。長子帝の最後は川に身を投げたとも、象に踏まれて死んだとも言われる。陸種は、調子帝が木娘であることを知って全裸になり、 彼女が恥ずかしがったところを打ち破ったと言われている。シドマイヤーズシビライゼーション6ヌアサンのバチェウ病。ありがとうございます。